はい、こんにちは。日本改革党元豊島区議会議員くつらりょうじでございます。今日辞めてきました。M 井自然様、松本様、大和恵子様、 AG さん様、翔吾様、小杖様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。皆様、何度も何度もご支援くださってる方で誠に恐縮であります。ありがたく頂戴いたします。メール党員様限定の参院選出馬決起集会は締め切らせていただきました。あしからずご了承ください。これっきりやらないわけではなくてですね、例えば初期払いとか花見の季節とかなんかそういうのあるたびに懇親会なんつう形で、まあメール党員様限定ですけれどもね、やろうかと思っております。豊島区議会議員を本日辞職してまいりました。参院選立候補のためですね。なんで今まで引っ張ったかというと、ちょっと一般質問今日あったんで、それで最後に言いたくてですね、こちらの方は無所属の会、部屋が隣の私と同じぼっち会派の小林博明議員です。最後なんで一緒に撮ろうじゃんつって撮ってくれたんですけれども、ただのスマホで撮ったんですけど、割とあれですね、鮮明でいいですね。変なカメラよりもよっぽどいいんだねのこれ。小林議員にはですね、右も左もわからない私にですね、まあまあいろいろ教えてくださって、質問に答弁、してくれたら、ご答弁ありがとうございましたって、後でこそっとお礼言いに行くんだよとかですね。あと採決、本議会最終日は、区長が挨拶回り、各部屋回るんで、帰っちゃダメだよとかですね。まあ、いろはの、いいじゃないですけど、いろいろ教えて、いただきました小林議員には、誠に誠にありがとうございます。考え方はやや左の、まあ普通の地方議員、区議会議員なので、私とは考えが合わないところがありましたけれども、まあまあいろ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 教えてくださって感謝であります。最後の一般質問、今日ですね、外国人生活保護廃止、留学生優遇廃止、国民健康保険の外国人滞納率は 39% なんていうのが判明しまして、言ってきました。棟梁さんが傍聴に来てくれ、ご挨拶できました。大感謝であります。ご挨拶できませんでしたが、スクランブルデモでコーラーをお願いしている女性も来てくれたようです。ありがとうございます。区長の答弁で判明したんですけれども、70年以上前に当面の措置つってですね、厚生省社会局長が出した外国人にも生活保護くれてやれ、日本人と同じ基準でっていう通知はまだ生きていて、修正も廃止もされてなくて生きていて、自治体がそれに逆らってですね、外国人にはやんねえよ、うちの区は、うちの市はっていうことは法的に不可能だそうであります。違法行為になっちゃうんだって。当面の措置っつって何十年やってんだよもう。つまりこれは自治体のせいではなくて、外国人に生活保護くれてるのはね、自治体はどんな嫌でも、この通知に逆らえない、国のせいっていうことが分かりましたよね。ですんでね、まあ昔右翼活動家がよくやってたような、市や区の役所の窓口に行って担当を大声で怒鳴ったりなんかしても、外国人生活保護は止まりません。国でなんとかしてもらうほかありません。まあ具体的には自民党と公明党、今は与党に何とかしてもらうほかありません。何十年修正しねえんだよ自民党よって、何とかしろっつーな。ずっとずっと政権与党だったくせにさ。まあ私もですね、まあ自民党に何にも不安なければ、そういえば立候補なんかしねえわなと思いまして、要するに自民党に不満があっから、今の政府に不満があっから
じゃあっつって自分が立候補しようとしてるんだな。まああの自民党政権不満があって当たり前か、自民党はダメだとかいうのは甘えなのかなというような気もしてまいりましたけれども、あれだって、豊島区内の外国人の国民健康保険滞納率は今現在 39% だそうであります。4割払ってねえで滞納してやがるの。もうこれね、例えばゲームの課金であるとか携帯代とか電気料とかだったら会社破綻してません。東電がさ、顧客の4割が払ってくれますしーんとか言ったら資金がショートしちゃいますよね。破綻してますよね。おかしいんだよこれ。あの国民健康保険なんだから外国人使わせんのおかしいべとも言ってまいりました。まあ言い捨てじゃないですけれども、ターキャータなコロナ重症者が初めてゼロに、というわけで今日ですね、なんか長引いちゃって豊島区議会、7時過ぎまでやってたんで、朝からねもうくったくたになってしまっておりますけれども、まあ最後だから自分が喋ってじゃあ帰りますとも言うわけにもいかず、東京都のコロナの重症者が初めてゼロになったそうであります。新型コロナが出現してこりゃっつって統計取り始めて以来初めてゼロになったそうであります。ネットの話です。重症者が全員亡くなったとか、コロナ死者の中央値は83歳回復したのか亡くなったのかどっち、他県に移動したとか、治療法が確立したんだろう、立憲や共産のケンサーズ死亡だな。そういえば立憲とか共産ってなんで検査しろしろ誰でも金でもしろって、で世田谷区長なんて元社民党の土佐役は世田谷区の彼で誰でも彼でも検査しちゃってましたよね。で結局はダメになって破綻しちゃって辞めちゃったんですけど、反ワクチン界隈コロナとともに消滅の危機、反ワクチン界隈の活動家結構金いっぱいあってなんかトップの何でしたっけ大和 Q とか言って逮捕されてましたけれども、どっから資金を得ていたんだろうな、今となっては謎であります。風邪もインフルも全部コロナに数えてったっぽい。正直面倒だから熱出ても検査しない人が増えたとか、まあね2週間会社休めやなんて言われたら大変ですからね、ちっと熱出たぐらいじゃ検査しねえよ俺らっていう人増えたのかなと思っておりまして、重症者はゼロだけど超重症者はいっぱいとか、ギャグじゃねえんだから、落語じゃねえんだから、そんな一休さんみたいなトンチを聞かした話じゃないですよね。私の場合なんですけれども、ワクチンやろうか迷ってるうちに肺がんになっちゃったんで、結局一回もやってません。変異を繰り返して毒性が弱くなるのはウイルスの宿命であります。死亡するような病気じゃなくなったってことなのか、重症にもならない雑魚病気になったのか、それとも医療側が慣れて経験値積んで有効な治療法が確立したか、この薬を何ミリグラムやった後に何時間後にこれねみたいな、やり方工夫してるうちに確立したのかな。他県に送った、これはないでしょ。患者が強く希望してるとか、わしゃ埼玉で死にたいんじゃかなんか言って、強く希望してるとかよっぽどの理由なければ他県だって嫌がるしね。もういい加減に五類に落とせる機種だってね、検討ばっかしてないしさ、この状況が続いた方が儲かるっていう専門家、つまり医者とかですね、自分でも病院経営してるような医者の意見はニュートラルじゃないからな。いつまでもこいつらはコロナ大変ですよ、ひどいですよ、怖いですよって言って自分の病院儲かることを考えますもんね。このまま観光客の制限外したら大混乱しますよね。
ちょっと熱がある外国人に無料で検査、無料で入院させて、日本人の税金でって、ふざけんなって話ですよね。ですんで、あの、5類に落とすのが現実的だと思うんですけども、まあ、岸田はね、あの、専門家の意見なんかばっかり聞いて、5類に落とすのは現実的ではない、今の時点で。なんて言ってますけど、まあまあ、あの、これがですね、私が参院選に立候補する理由であります。自民党に不満があるから。まあまあ、あの、立憲とか共産党政権、共産党政権だったらもう終わってますね。選挙制度なくなっちゃうでしょ。きっと。まあ、立憲、かつての民主党政権なんかよりは、よっぽどあの、不満は少ないですけれども、結構大きめの許容できない欠点もありますよね。いまだにあの外国人生活保護してとかさ、当面の措置じゃなかったのかよ。いまだに留学生には生活費だけで月14万5千円やって、その他学費だの、医療費だの補助して380万円年間くれてやっとかさ、だから自民党に不満があるから私が立候補しようって思ってんですよね。東京の方は、これ言っちゃいけねえんだ。これ言っちゃうと、あの、事前運動になっちゃうんだ。なんでもないです。というわけで、引き続きメール党員様、ご支援、様、などを募集しております。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。